ジョン・スパッド・マコーネルは、ルイジアナ州ニューオーリンズを拠点とする、アメリカ合衆国の俳優、ラジオパーソナリティ。マコーネルは、性格俳優として、目立たないインディペンデント映画から、オー・ブラザー、ジャンゴ繋がれざる者、それでも世は明ける、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアといった大手の作品まで、40本以上の映画に出演している。マコーネルは、多数の舞台演劇にも出演しており、 オフブロードウェイの一人芝居、ザ・キング・フィッシュでは、派手な人物として、有名だったルイジアナ州知事ヒューイ、ピー・ロングを演じた。最も広く知られた役どころは、おそらく、ピューリッツァー賞受賞小説、A、コンフェデラシー・オブ・ダンスの舞台化の際に演じた、イグナティアス・ジェイ・ライリーであり、ニューオーリンズのダウンタウンの歴史的地区である、カナル・ストリートに設けられたこの架空の人物の、 等身大のブロンズ像は、マコーネルをモデルにしたものである。テレビでは、親友で仕事仲間である、ジョングトマンと共に、シチュエーションコメディロセアンネに3シーズン以上にわたって登場した。その後は、FX のザリッチーズに出演したり、HBO のトリムで、ニューオーリンズのラジオ局プリングウィズ・プリングウィズ・ジーのディスクジョッキーを演じたりしている。マコーネルは、 保守の立場を取るラジオの午後の番組のパーソナリティとして、WWL870AM と 105.3FM で毎日トークショー、ザスパドショーを担当している。マッコーネルはニューオーリンズセインツの大ファンである。第44回スーパーボール直前の姿。ありがとうございます。